1954年、青野末吉2月24日から1961年6月23日は、日本の文芸評論家。新潟県佐渡島出身。早稲田大学英文科卒業後、読売新聞記者となるが葬儀を指導したことにより、解雇され、その後は新聞社を転々とした。1919年、日本で最初に、ロープシンの青ざめた馬の翻訳を発表したのを機に、プロレタリア文学評論家として文筆活動を始め、1922年に階級闘争と芸術運動を発表。種巻九人の同人として活動。調べた、芸術、自然成長と目的意識論などで、1920年代前半のプロレタリア文学運動の指導的な立場に立った。評論活動の傍ら、日本共産党員として、実践活動を行い、第一次共産党解散後、残務処理のためのビューローで活動し、1924年には党の再建のため、徳田久一と共に上海に渡ったこともある。帰国後は実践活動から退き、文芸戦線における文筆活動に専念した。1926年に最初の評論集、解放の芸術を出版し、以後プロレタリア文学評論家として活動したが、1927年のプロレタリア文学団体の分裂の際には、労農芸術家連盟に所属し、文芸戦線派の重鎮として、戦記派とは一線を画した。労芸解散後の1938年の第二次人民戦線事件で検挙された。第二次世界大戦後は、日本ペンクラブの再建に尽力し、1948年から副会長。1951年から日本文芸家協会会長を務めた。1956年に日本芸術院会員。1950年に現代文学論で第1回読売文学賞の文芸評論賞を受賞。1958年に文学50年で毎日出版文化賞を受賞した。1961年6月23日、胃がんのため、慶應義塾大学病院で死去。1911年、下谷の小学校教師、島田瑞穂と結婚するが、妻には子ができず、瑞穂が病気で実家へ帰っている間に、松井松江を愛人として、共同生活を送り、4人の子供をなす。作家の青野荘はその次男か三男。戦後そのことを知った瑞穂が4人の子供を育てたことは、青野荘の母と子の契約に詳しい。AB、青野末吉。ことバンク。2020年7月12日閲覧。野間宏東編、日本プロレタリア文学体系第1巻、運動台頭の時代社会主義文学から、種巻九人廃刊まで初集。岩井弘、作家の臨終、母碑辞典5ページ。母と子の契約川出文庫、著者のノート母への試み。小説では、子供は3人となっているが、実際は4人だったとある。ありがとうございます。